福原慶や福原慶なり2月23日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将。山口県出身。伊藤並門の次男として生まれ、福原和勝陸軍大佐の養子師となる。陸軍幼年学校を経て、1894年7月、陸軍士官学校を卒業。同年9月、不評勝位に任官し不評第一連隊付けとなる。 1903年11月、陸軍大学校を優等で卒業し、不評第48連隊中隊長に就任。1904年10月、大本営参謀となる。1905年4月、不評調査に昇進し、第3師団参謀に就任。1906年7月、参謀本部員となり、1907年7月、フランス駐在となる。 参謀本部付を経て、1908年12月、フランス大使館付部官補佐官に発令。1909年12月、不評中佐に進級。参謀本部員、フランス大使館付部官を経て、1913年8月、不評大佐に進級。1916年5月、不評第57連隊長に就任。1918年7月、 陸軍少将に新旧市府評第19旅団長に着任。第6師団司令部付けを経て、1921年3月、関東軍参謀長となる。1923年8月、陸軍中将に進み、東京湾要塞司令官となった。1924年2月、第10師団長に親保された。1926年3月に退命。 予備役編入となった。ありがとうございます。